はい、こんにちは、比較ゲームズです。こんな始まり方でよかったっけ。久しぶり、半実写が久しぶりすぎてわかんないんですけど、はい、久しぶりのですね、半実写動画やっていきたいなと思っております。で、本日はですね、まあ、ちょっと長くなっちゃうかな、最近のですね、僕が思うことと今の現状、このチャンネルが今どうなってるかっていうのと、今後の活動についてお話していきたいなと思っております。多分10分超えちゃうと思うんですけど、途中に広告挟まないので、よかったらですね、最後までなんか寝る前のちょっとした時間だったりとか、あとはなんか作業しながらですね、聞いていただきたいなと思っております。で、本日からまず12月1日ということで、今年1年本当にありがとうございました。こうやって振り返るとめちゃめちゃ早かったなって思うんですけど、まあ今年1年ってかさ、待って、この格好おかしいよね、冷静にね。中なのにこの格好してんのは、最近めちゃめちゃ寒いから。今この部屋ね、冷房つけたらやばいね。暖房とかも一切つけてなくて、めっちゃ寒いので、はい、12月ということで、1年間ですね、こうやって動画配信者として活動できるって本当に当たり前のことじゃないと思ってるので、はい、見てくださった皆様本当にありがとうございます。最近見始めたって方も、まあ1年前から見てるよって方もいらっしゃると思うんですけど、本当に皆様に感謝したいなと思っております。で、その上で一つ報告なんですけど、チャンネル登録35万人達成いたしました。いや、嬉しかった、すごく嬉しかったし、同時にですね、この30から35万、そこはですね、めちゃめちゃ辛かった。 YouTube 始めて、まあ今2年弱になるんですけど、初めてですね、まあ弱気になったというか、このままで僕大丈夫なのかなっていうのをすごく考えた時期でもありましたね。で、なんで辛かったかって話なんですけど、まあ2018年、まあ1年前ですね、2018年っていうのはサッカーでワールドカップもあって、そのタイミングでですね、コナミさんもウイレアプリの CM をガーッと打ってて、ユーザーがもう爆伸びしてたんですよね。はい、っていう中で僕のですね、実力以上に数字が伸びていたっていうのはあったんですよね、正直。で、僕自身もですね、 YouTube 本格的にやって1年目でしたし、まあその波に必死についていきながら、ただその成長、例えば1日に1000人とか登録者増えるのが、まあなんかスタンダードだと思ってたんですよ。で、それがスタンダードだと思ってからの、まあやっぱりね、恋人とのね、いい時間もね、なかなか長続きしないように、バブルっていうのはやっぱいずれ弾けるもので、まあ特にですね、 FP がなくなった2019年7月8月9月とかは、まあなかなか数字が伸びなくなってですね、めちゃめちゃ苦しかったです。はい、まあやっぱりですね、アプリがなかなか盛り上がらないと、僕のチャンネルもですね、正直盛り上がらないなっていうのはすごく感じてました。ただ、まあ、それでも僕はすごく恵まれてるなと思ってて、そんな時期でもですね、登録者が減るってことはそんなになかったですし、で、再生数もですね、なんだかんだ10万前後はですね、毎回いただいておりましたので、これは本当に当たり前のことじゃないですよ。周りを見れば見るほどそう思っていて、今でもめちゃくちゃ感謝してますし、まあ別にね、その時見てくれた人を優遇するわけじゃないんですけど、やっぱりそういう辛い時期でも見てくれた方にですね、まあもっとですね、楽しい動画を作りたいとか、もっと参考になる動画を作りたいと、そういう風にすごくその時思いましたね。で、同時にですね、その辛い時期があったからこそ、なんか自分がどんな風なことを YouTube でしたいのか、どんな動画を作りたいのかっていうのをすごくすごく自分の中で考えるようになって、はい、なんかそれをですね、今日はお話していきたいなと思っております。で、まあ、その時考えて、現状自分のチャンネルってどういう風な感じなんだろうっていう風に考えたんですよね。で、なんかね、一つの例えとして、なんかゲーム実況っていうのをこう大きな国、まあ日本だと例えた時に、まあなんか各ゲームっていうのがなんか都道府県みたいだなって思ったんですよね。まあなんかウイレアプリ県だったりとか、荒野行動県、プロスピ県、ポケモン県とかがたくさんこう県があって、それぞれにですね、まあたくさん実況者さんがいるという状態なんですけど、まあ僕はその日本という、まあゲーム実況という大きな枠組みの中の一つのウイレアプリ県という、まあウイレアプリの中で大きなチャンネルにさせていただいたという状況で、で、このですね、県の大きさっていうのがゲームの大きさだと思ってて、ユーザーの規模だとも思ってるんですけど、ウイレアプリはですね、幸いその県の大きさっていうのがかなり大きい、つまりユーザーもすごく多いですし、あとはスポーツゲームという特性上ですね、毎年必ず大きなアップデートがあるので、このサイクルが基本的には途絶えないんですよね。ってなると人が離れにくい状態になるので、正直ですね、まあアプリがサービス停止とかにならない限りは、実況者としてもかなり安定したですね、立ち位置をいただいてるなっていうのはすごく思ってます。もちろん数字のね、上下度はあるんですけど、はい、まあその中でもすごく安定した部類だなっていうのは、現状のですね、まあ自分の中での分析としては考えているという状態ですと。で、これはですね、本当にありがたい状況ではあるんですけど、まあ僕の中でやっぱり辛い時期とか踏まえてどうなりたいんだろうって考えたら、やっぱり僕はもう一歩外の県、つまりですね、違うゲームに踏み出してみたいなって思うふうに思ったんですよね。で、まあこれです
ですね、動画なんかにせずに勝手に踏み出せばいいじゃんって思う方もいるかもしれないんですけど、まあここまで2年間ずっとウィリアプリケンだけで活動してきたので、多分ですね違う動画をですねいきなり出したら皆さんからしても多分違和感持つと思いますし、まあ僕が見てても違和感持つんですよね。まあなのでこういった期間にですね改めて報告するっていうのは大事なのかなと思って動画化しました。でまあこのチャレンジに関しては発表するかどうかもすごく迷ったし、まあ正直ウィリアプリの動画投稿だけを続けてた方がまあみんなからしても違和感もないですし、僕としてもですね、まあウィリアプリであればもうある程度型ができてるので、なので僕としてもまあ誤解を恐れずに言うなら楽なんですけど、逆に考えればですね、一つのゲームでここまでチャンネルを大きくさせていただいたからにはなんかもっとたくさんの人に動画を届けたいなってシンプルに思ったんですよね。でなんでねこうやって違うゲームにやりたくてどんどん大きくしたいかって考えたかっていうと、まあ僕自身の生活的なところを言えば、やっぱりいろんなゲームにやることによってチャンネルの安定性がねより安定感が出るっていうのはもちろんあると思いますし、あとはでも素の気持ちで言えばなんか男としてもっと何かを成し遂げたいって思ったんですよね。これはなんか好奇心みたいなところもあるんですけど、やっぱりせっかくここまで大きくしていただいたならもっともっとね大きな世界を見てみたい、別にお金云々とかじゃなくてたくさんの人に届けられた方が幸せだなって、はい、だからもっと違うゲームに挑戦したいなと思いました。であとはですね、なんか僕の中の心境の変化っていうのもあって、なんか今までウィリアプリの動画作ってきた頃はなんかいかに参考になる動画を作るかっていうのを突き詰めてきて、まあ評価だったりとか、あとはまあなんだろうな、まあガチャ引くべきかどうかとかそういうものをたくさんやってきたんですけど、なんか僕の中でもっと見てて楽しい動画、元気になる動画を作りたいなって思い始めたんですよ。でそれがですね、まあウィリアプリの挑戦の中で言うと毎週エージェントだったりとか、ああいう企画系でどれだけ勝負できるかっていうのを試してきたんですよ。でああいう動画をもっともっと作りたいってなったんですよ。っていう風になるとやっぱりウィリアプリっていう、まあ、枠にとらわれてるのはもったいないなと思って、もっといろんなですね違うゲームでチャレンジすれば、もしかしたらウィリアプリやってない方にも届けられるかもしれないし、はい、そんな風なことをですね思い出したからこそ違うゲームにチャレンジしたいなっていう風に思いました。はい。でただですね、すごく難しいのはこのチャレンジっていうのは本当にめちゃめちゃ難しいんですよ。特に僕みたいなトーク力が秀でてるわけでもないし、ゲームが上手いわけでもない、キャラクターが超個性的わけではないっていうね、つまりですね特殊能力を持ってないスーパー配信者じゃない限り違うゲームでもある程度の成果を出すっていうのはめちゃめちゃ難しいんですよ。でそれは過去のいろんな配信者さんを見ていても明らかですし、まあその中でもやっぱねモコーさんとか、例に出していいかわからないけどモコーさんとかも怪物ですよ。あの人とかはああいう風にいろんなゲームでもしっかりですねいろんな方が見てくれるようになるっていうのはめちゃめちゃ難しいと思っていて、でも挑戦したいなって思っちゃったんですよね。はい。で、まあ、もちろんですねもしかしたらチャレンジも途中で諦めるかもしれないし、気づいたらですねウィリアプリの動画だけを投稿してるかもしれません。でもその時、その諦める時っていうのは僕の中で自分の中で考えられる策を全てやりきった時にしたいなって思ってるし、今のところそうなるつもりはないって気持ちでチャレンジしたいなと思ってます。めちゃめちゃ難易度の高いチャレンジだとは思っているんですけど、頑張っていきたいなと思っております。はい。でこういうですねお話をして違うゲームをやるって話をすると、ウィリアプリ捨てるんですかっていう質問が絶対来ると思いますし、僕がコミュニティでちょっと前に告知した時に、はい、こういうコメント実際にあったんですけど、捨てるって表現は置いといて反対意見はですねもう出て当然だと思ってます。これはもう間違いなく自然な反応ですし、まあお菓子の町おことかでさ急にお肉とか魚とか売り始めたらさ、お前お菓子の町おかじゃないんかいってなるじゃないですか。まあそれと同じだと思ってて、結論から言うと僕ウィリアプリ捨てる気は一切ありません。ウィリアプリは今まで通り継続するし、むしろ一切手を抜くつもりはないぐらい頑張ろうと思ってます現時点では。これはね一生約束できるかというとわからないです。もし例えば違うゲームでわかんないですよ、めちゃめちゃうまくいったらですねウィリアプリと逆転してしまうかもしれません。ただ現時点ではウィリアプリに関しては一切手を抜くつもりはないですし、今までの活動プラスアルファの部分で違うゲームっていうのを頑張っていきたいなと思っております。はい。なのでウィリアプリは捨てないってことだけはお伝えしておきたいなと思っております。でこの前コミュニティに告知した時にこんなコメントがあって、大丈夫、興味ないものは見ないのでそのまま続けたまえと、はい、こういうコメントがあったんですよ。でこれですね、まあ厳しい意見のようなんですけどマジで真理だなと思ってて、まあもしですね違うゲームの挑戦の中でウィリアプリがですねおろそかになれば多分みんな見なくなると思いますし、新しい挑戦の動画だって多分ね面白くなければみんな見ないんですよ。っていうもう本当にね厳しい世界、みんなもね見てくださってるみんなも暇じゃないと思うんで、つまんない動画、参考にならない動画、元気にならない動画見ないと思うんですよ。でも僕はそこに対してチャレンジしたいなと思ってますので、まあ反対意見持ってる方っていうのすごくたくさんいらっしゃる
しゃると思うんですけど、まあこういうね興味ないものは見ないけど、まあ頑張れよ、面白かったら見るぜみたいなスタンスでいただいていただけると、すごくなんか僕としても気持ちは楽だなっていう風に思いましたね。はい。で、あともう一個結構ですね質問があるのが、サブチャンネル作んないんですかって話があるんですよ。で、ただここに関しては僕は今のところ作る気ありません。動画や配信すべてこのチャンネルでやるつもりです。で、これもですね、サブチャンネル作ってほしいって意見はすごく分かって、この議論で一番大事なのは何かっていうと、チャンネルの統一感なんですよね。で、これはですね、僕も YouTube やっていてすごく大事だと思ってて、結局ですね、 YouTube として何が伸びるかって、チャンネルとして統一感のある動画を出しているかどうかなんですよね。で、そうなることによって、あ、じゃあこの人の動画継続的に登録しようって思うし、視聴者からしてもこの人はこういう動画を出すっていうのが分かりやすくなるので、このチャンネルの統一感っていうのはめちゃくちゃ大事だと思ってます。で、なんでサブチャンネルを作らないかって意見がみんなから出るかっていうと、みんなから見てですね、ヒカックゲームズっていうチャンネルはウイレアプリの動画っていう統一感があるからなんですよね。で、これはですね、もうしょうがないんですよ。僕は2年間ウイレアプリしかやってこなかったので、もうそういう統一感になっちゃってるのは仕方ないなって思うんですけど、僕の中ではこれをウイレアプリの動画っていう統一感から、ヒカックのゲーム実況っていう統一感に変えていきたいなって思っているんですよね。はい。なので僕の中ではその統一感があるからこそ、メインチャンネルでこっからもですね頑張ってやっていきたいなと思いました。はい。で、もしですね、例えば、まあ今のところ全然ないですけど、例えば料理実写とか釣りとかキャンプとかそういうのを始めるとしたら、さすがにですね、ゲームとそこってちょっと離れすぎてるじゃないですか。統一感が全くなくなっちゃうので、別チャンネルでやるって選択肢もあると思うんですけど、まあ一応僕の中ではゲーム実況というですね統一感があるので、このチャンネルでやらせていただきたいなと思っております。で、あとはですね、まあそうだな、みんなからの意見もですね結構募集したいなと思ってて、まあこのチャレンジの中で何が正解かって僕もまだ分かってないんですよ。はい。なのでみんなとですね作っていくチャンネルにはしたいなと思ってて、まあこういうのやってほしいとか、こういう企画やったら面白いんじゃないっていうのがあれば、 YouTube だったりとか Twitter だったりとかで全部意見もらいたいなと思ってます。で、もちろんですね、これを完璧にできるかっていうとできないんですけど、まあその中で試行錯誤していきながら、何かですね新しい正解みたいなものを一緒に見つけていけたらいいなと思ってますので、ぜひですね意見あればお伝えしていただきたいなと思っております。はい。ということで、一応ですね僕の中での報告っていうのは大体終わったんですけど、最後にですね一つメンバーシップのお話っていうのをしていきたいなと思っております。で、正直ですね、メンバーシップの話って僕すごいこういう営業みたいの苦手だし、なんか僕視聴者からしても、あ、なんか比較お金儲けし始めたなって思われるかもしれないんですけど、最初にねお伝えしておきたいのは、お金稼ぎをがっつりしたいとかでは全くないです。そこだけはですね、あの絶対的な条件として理解していただきたいなと思うんですけど、今までですね一応僕メンバーシップって制度やってて、今何も説明しなくても結構な方がメンバーになってくれてたりするんですよね。で、そうやってですね応援してくれる気持ちっていうのはすごく僕としては嬉しいですし、なんかしれっと設置してあるのもあれだし、なんかいつか説明の機会あればいいかなと思ってたので、この機会にですね説明していきたいなと思っております。で、メンバーシップっていうのは簡単に言うと、まあスポンサーみたいな感じですね。月額のお金を支払ってその配信者を応援しようみたいな形なんですけど、僕はですね一応こんな内容を考えています。はい。月額290円で、カスタム絵文字、バッジ、あとは生放送で名前が緑色に表示ですね。まあこの辺分かりやすいと思うんですけど、はい、こんな可愛い絵文字をですねツイッターのね、あの知り合いの方に作っていただいたりしたので、はい、こんな感じだったりとか、あと生放送概要欄にお名前を表示したりとか、あと今後ですねメンバー限定のライブ配信っていうのも、まあ月1回目安でやっていこうかなと思ってて、まあここではですねラジオだったりとかネタ会議とかゲームとかいろいろ考えてるんですけど、はい、こんな内容をですね考えております。はい。で、実はですね YouTube のメンバーシップって初期設定が490円なんですよ。で、490円なんですけど、あのガッツリ値段下げました。で、最初にも言った通り、別にこれお金儲けでやってるわけではないですし、自分だったらこのくらい応援してる配信者に払えるかなってラインを考えて、この価格に設定してみました。ちなみにもしかしたら値段下げたことで、今まで490円でメンバーになってくれた方がですね、あの全員登録解除になってるかもしれないので、前からなってくれてた方はですね確認していただきたいなと思っております。で、このメンバーシップやるからといって別にメンバーを優遇するとか全くなくて、普段見てくれたりとかですねコメントしてくれたりとか Twitter のリプで応援してくれたり、そういう方全員が仲間だと思ってるので、別にこのメンバーシップが本当のファンとかではないんですけど、まあただですね誤解されないようにストレートに言うのであれば、まあお金払ってでも応援してくれるって人がいたら僕としてはシンプルに嬉しいんですよ。まあ路上ライブでですね見てくれるだけでも嬉しいけど、投げ銭をしてくれたら嬉しいみたいな感じと一緒で、はい、そんな感じですし、あと実際それがですね、まあ、活
動の幅が広がるってことは間違いなくあると思ってて、まあ違うゲームをやっていく中で編集を他の人に手伝ってもらったりとか、まあ例えばね、今のところわかんないですけど、スタジオを借りてなんかちょっと大きな企画をしたりとか、そういう風になった時に、まあ間違いなく力になることはあるので、まあそれくらい応援したいって方がですね、もしかしたらいるかなと思ったので、せっかくの機会なのでお話しさせていただきました。まあそんな感じで、もし興味ある方いたらですね、概要欄にリンクも貼っておきますので、よろしくお願いいたします。ということで、ちょっとですね、いろいろ長く話してしまいましたが、まあとにかく自分の中でいろいろ整理して、これからですね、どんなチャレンジをしていきたいかっていうのがふわっとまとまったので、はい、いつも見てくださってる皆様にご報告という形をさせていただきました。はい、これからもですね、まあ比較ゲームズどうなるかわからないし、1年後配信活動できてるかっていうのは常にわからない状態なんですけど、はい、まあそれでもですね、まあ今の状況の中どうやったら動画見てもらえるのか、どういう風なものが受け入れられるのかっていうのを試行錯誤しながら頑張っていきたいなと思っております。ではですね、今回動画は以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Whew!